人参狙いの復活もちクッキー強化。というわけで、強化されたロブスター味クッキーを使って評価していきます。よろしくお願いします。まずは能力から解説していくんだぜ。ロブスターの能力は割と複雑というか、話すことが多いので、一つずつ解説していきます。まずはクッキー能力ですね。ロブスターの能力は一定時間ごとに溜まるタイプで、青能力ゲージが溜まると能力発動を4回できるようになります。能力発動は手動で行えて、スライドをして緑ゲージを溜めると発動できるんだぜ。そして一定時間ごとに溜まる4回の能力は、使い切らないと次の能力クールタイムが溜まりきらなくて、次のクールタイムが溜まるまでに消費しきってないと損しますね。それで能力自体は1回目から3回目はただダッシュするだけで、一応ダッシュ中はスーパー磁力を持ってたりします。4回目はちょっと長めの発動演出が入るので、倒れ際に発動できると他のクッキーでいうところのラスト発動を行えます。ロブスターのクッキー能力は手動能力で、発動タイミングによってスコアに振れ幅が出るんだけど、強い使い方としては、クマでリーパーゼを取った瞬間に発動して効果範囲広げたり、今回のステージにある月ゼリーみたいにスーパー磁力ないと取れないゼリーを取るのに使ったり。あとはやはり倒れ際に使うことで、ちょっとだけ倒れるのを遅れさせれば、その間も宝物クールタイム溜まるのでお得だったりします。4回目の能力でそれができるといいんですが、別に1回目から3回目のでも大丈夫です。あとロブスターの能力は今回使ってる真珠みたいに、宝物能力発動時間を短縮できたりもするんだぜ。真珠は発動するたびに3回取得しないといけないんですが、ダッシュで早く次の分を取得できるとその分短縮されますよね。ロブの能力はいろいろ使いどころがある能力ですね。それで、弱い使い方としては、高速ダッシュとかぶっちゃう使い方が挙げられるんだぜ。ロブの能力は高速ダッシュと重ならずに、ロブ能力が優先して発動されて、ロブ能力中も高速ダッシュの時間は減ってるので、ロブ能力後に高速ダッシュ発動しても 0.5 秒くらいで終わったりします。その辺はステージの配置をなんとなくで覚えて、高速ダッシュとかぶらないようにするしかないですね。あと弱い使い方というか、ロブスターを使う際は手動能力でプレイヤースキルの影響が大きいから、ランカーとのスコア差が他のクッキーよりさらに広がるんだぜ。さっき言った宝物との相性の良さもあって、スポットライトやさざ波の貝殻との相性が良くて、それらを使う際は宝物が発動するのに合わせて能力発動したりする必要があって、最大値を目指そうとすると意識することが非常に多いです。でもまあ基本的には高速ダッシュとかぶらないようにする程度を意識しとけば大丈夫ですね。あと面倒くさいので宝物でスポットライトとか採用されてる際は別の普通の宝物に変えるとか。あ、そうそう、スポットライトとかは発動位置も大事で、スポットライト発動時までにロブスターの発動を何回終わらせとくか、とかそういうのも意識しないとだから、そういう編成でもロブスターはかなり高難易度なんだぜ。まあそういうの最近のステージだとないですしどうでもいいですね。クッキー能力はそんな感じで、雨能力が復活となっています。人参と同じなんだぜ。人参は復活後にスコアアップするけど、ロブスターはただ復活するだけなんだぜ。元から能力でできること多いしそこは関係ないですね。それで復活があるってことは復活前と後で来た回延命ジャンプのチャンスあるので、それできたら少しでも距離伸ばせるのと、延命としてロブスターの能力を発動できたらさらに距離伸ばせます。それでペット能力は回復とスコア生成で、勝手に発動するので気にしなくていいんだぜ。ちなみに編成ですが、ロブスターは基本的にはバトン語で使っていくことになるのかなと思います。ですが今は強化されてすぐなのと、バトン語派遣のジャガイモと組めるのでランキングにも入ってますね。バトン語はジャガイモで、宝物は通常加点宝物3つでいい感じです。バトン語で使う場合は、電気ウナギなんかのバトン語で使われてるんだぜ。復活持ちクッキーはやっぱり噛み合うバトン語には勝てないので、ジャガイモには勝ててませんね。逆に電気ウナギのバトン語で使われてたキャンディポップはそこまで噛み合ってなかったので、ロブスターの方が強い感じになってます。今の環境だとジャガイモが噛み合う編成だとジャガイモ採用で、それ以外の編成ではロブスター採用が硬いのかなと。それで育成すべきかどうかだけれど、今強いモカレイマスカット深海君子はみんなジャガイモと噛み合うから、その辺使う場合はジャガイモでいいんだぜ。でも深海君子はジャガイモを使うと難しい延命求められて難易度上がるので、ロブスターも大いにありだと思います。自分は深海君子使う際はロブスター使いますね。そして先ほど言ったようにバトン語でジャガイモが噛み合わない電気ウナギとかも、バトン語はロブスターを使った方が強いです。なのでジャガイモを使える編成を使ってるならロブスターはスルーでよって、ジャガイモを使えない編成を使ってる場合はロブスター使うと強くなるんだぜ。ロブスターをバトン前で使う選択肢は個人的にないですが、ジャガイモ育っててもカレーマスカット育ててないならありだと思います。ロブスターについてはこんなところですかね。この子に関してはそれぞれの編成で能力発動の使い方がそれぞれ決まってたりするので、チャンピオンズリーグとかギルバトに登場したら、動画とか見て真似するのが一番いいってことになるかも。最近だとコアチョコとかそういう手動発動系クッキーと似た感じになると思うんだぜ。でもそれは最大値を目指す場合なので、基本的には適当に使えてなおかつ強いです。はい、そんなわけでロブスターの解説と評価でした。参考になったと思う方は高評価お願いします。ところで皆さん今期周回してますか？自分は今期がないので、やるやる言ってやらないいつものパターンだと思ってたんですが、割と2時間くらい片手まで今期周回してて、本当に意識の外に置けばそれくらいできるんだなぁと。ちなみに雨素材は出ませんでした。期待せずのんびりとやりますかね。期待したら心が折れるからね。なんというか心って振れ幅に弱いですよね。最初から期待してなければなんとかなります。そんな精神状態で周回してると雨素材出ても喜べないんだけど、そこはプライスレス。なんだか最近情緒が変なことを気にする時期になってて、多分変なのはいつものことなんだけど、無償に気に
になっちゃうんだぜ。なんというか、病んでてパフォーマンス落ちるのもあるとは思うんですが、気にしてパフォーマンス落ちてる部分の方が大きそうですよね。まあだからといって気にしないってのも難しいんですが、あとたまに常に何かを考えちゃうタイプの人なので、一度ネガティブになると闇の螺旋に落ちていくんだぜ。でも何かを考え続ける脳って、人それぞれな部分もあるとは思いますが、病むとみんなそうなると思うので、言い換えれば常に病んでるだけなんじゃないかなと。病んでる時の脳の構造なだけなんじゃないかと、ポジティブな時は軽度になりますしね。まあポジティブな時でもちょっと考えすぎるとすぐネガティブになっていくんだけど、それも考えすぎで思い込んでるだけだと思うんだぜ。しかも人のアドバイスとかもつけずに自己完結して病んでいきますからね。でもこれは病んでる人特有の視野狭窄な気がします。自分がそうだから似た人を見かけるとアドバイスしたくなりますが、特に適切な言葉も見当たらず、自分と似てると言って終わります。ちなみに自分はそういう精神の時に似てるって言われるの苦手なので、多分相手も言われるの嫌なんだろうなと思いつつ、そういうことしちゃうのも声かけなきゃっていう自意識過剰な部分がありますよね。小学生の頃から口出しするなと言われてるので、口出ししちゃう精神は生まれ持ってのものだと思います。そんな感じでスタートラインが違うので、普通のコミュニケーションにおける立ち回り方に気づくまでも遅くて、未だに距離感とかよくわからないんですが、逆にそういうのを気にしない人とはうまくやれたりして、別に普通じゃなくてもいいよなというか、普通にも表と裏があるのかなと。多様性とか言って全てを表で受け入れられるようにしようとする風潮あるけど、裏で受け入れられてる人も多いわけだから、裏の考え方っていうのを広められたらなと。表とか裏とかふわふわしてますが、具体的にはニートじゃダメってのが表で、ニートでもええやないかってのが裏ですかね。どっちも正論ではあると思うんですが、今日はなんか生きづらい人に対して排他的で、裏は意識が低すぎるところがあるというか、Twitter とかでそういう界隈に出会って楽になる人もいると思うんだぜ。みんな自分の障害をネタにしてたり、そういう場所にいると多少の普通じゃなさは気にならなくなるんだぜ。逆に受け入れられてないのに周りに合わせようとしたりして自落してる人もいるけど、そういう人にはなんか優しかったりして、そういうノリが苦手な人ももちろん多いと思うけど、自分はそういう場所に行きやすさを感じました。でもやっぱり全員がそういうノリに理解ある前提なので、そういうのに理解を持ってない人がいる場所でしてると困らせるだけなんだぜ。でも本当にラインが厳しくて、自暴自棄とかで自落したりネタにしてる人もいれば、ある程度割り切って穏やかな人もいて、なんていうか、かわいそうな人扱いされたくない人の集いですよね。死にはそれを受け入れる過程が否認、怒り、取引、抑うつ、需要みたいにあるみたいだけど、障害を受け入れるのにも似たようなのがあって、拒絶して怒って病んで、いろんな段階の人がいて、需要の段階に至ってる人はかっこいいなと。多分そういう人はかわいそうって思われても利口に立ち回れて、かわいそうって思われることで受けられる恩恵は受けてそうだよね。何の話をしてるのかわからないけど、アイルーハ定期的に動画で思ったこと言っちゃいます。昔はどっとかあったけど最近はないよね。そこは成長だと思います。あと周期も長くて、ここ半年はなかった気もする。最近は自分について振り返ることが多いので、いろいろ考えちゃいますね。でも同時にくだらなさを感じるので、 Twitter でも意味のないことつぶやくの控えて、メモ帳に書き殴るようにしてます。つぶやくときは意味があると思ってることも、後から見るとなんだこいつってなるのよね。生地昔思いついたことつぶやいて評価されてた時期があるから抜け出せないでいる。歪んだ成功体験ってやつだよね。あるいは成功体験への依存というか。でもなんか今日の雰囲気は病んでるわけじゃないけど、病んでる時の脳の構造になってるみたいな感じで、病んでる人特有のオーラは発してないと思うんですがどうですか。とりあえず自分の根底には障害に対してそうありたい感じがあるので、障害持ってるの当たり前でしょみたいな雰囲気の時があると思うんだぜ。自分でもそれは違うって思うんですが、そう思ったら楽になれるよって気持ちも強くて、まあそもそも首突っ込んでアドバイスするのは控えようと思います。個人的に相談されてようやく解放していいおせっかいって感じね。そんなわけでやっぱり思ったこと適当に話してると時間経つの早いんだぜ。福田は体感時間長そうで申し訳ないです。最後までご視聴ありがとうございました。おつぶた様でした。のし。